皆さんこんにちは。今日はこの本、統計学、COVID-19 下の下でのオンデマンド授業を紹介します。統計学は世界の事象を数値で表し、集団や社会について理解を深める科学です。現在、ビッグデータ分析や AI 開発などあらゆる分野でデータサイエンスが注目されていますが、その基礎は統計学です。この統計学を分かりやすく学べるようにと作ったのがこの本です。身体化して語る、学ぶ。新型コロナウイルスの流行の下で試行錯誤を続けた結果、新たな授業の形、身体化して語るが生まれました。以下5つの場面について説明します。まず1、計算方法を身体化して学ぶ。統計学の基本は母集団から抽出された標本を分析し、母集団の様子を推定することです。最初の方の授業では小さな標本を例に平均値や偏差などの計算を説明しました。学生の皆さんは小学校以来基本統計量の計算を学んできたはずですが、デジタル化が進んだ現在ではパソコンのキー操作としてしか計算を意識していないかもしれません。しかし、手元にあるデータから自分の手を使って計算することは大切です。ワークシートと手を使った計算を紹介しました。2、集計方法を身体化して学ぶ。自分で調査を行い、標本を得るためには、どのような調査票が必要でしょうか。調査票から読み取った情報をどう数値化したらいいでしょうか。こうした集計作業の基本も身体化して示しました。3、事象の性器や分布を身体化して学ぶ。統計学では個々の事象の性器、起こり方やその状況が何度も無数に繰り返されて得られる母集団の分布を強く仮定して推論を進めます。本では事象の起こり方を具体的に体の動きで示しました。また、強く仮定する分布の形とはどのようなものか、ウェブサイトを利用した分布のグラフ化も紹介しています。4、パソコンやウェブサイトの利用を身体化する。新型コロナウイルスの流行によって大学は立ち入り禁止となり、通常は実習室でエクセルなどを使って行っていた計算演習ができなくなりました。学生の皆さんの中にはパソコンの利用も難しく、使えるのはスマートフォンだけという場合もありました。そこでエクセルが使えるならどのようにキーを操作するか、外部のウェブサイトで計算するにはどうするかなども映像で動きで説明しました。分析方法を身体化して学ぶ。統計学では標本の分布を意識化することが大切です。そこで X と Y の座標軸を示す際は、筆者の左右の上腕を直交させる動きに語りを組み合わせました。回帰分析では回帰直線の傾きを腕の方向で示しました。分散分析で求められる複数の標本集団の存在、各分布のばらつきは、筆者の向かい合わせた左右の主象の対照的な動きに語りを組み合わせました。歴史から学ぶ。統計学は長い歴史的な過程を経て成立しています。本ではジョン・グラントやアドルフ・ケトレについても言及しました。統計学と遺伝との関わりも大切です。ゴルトンやピアソンが遺伝という現象を数理的に説明しようとして生み出した回帰や相関などの考え方も紹介しました。データサイエンスやベイズ統計を展望する。
統計学の新たな潮流としてデータサイエンスへの動きが加速し、母集団への強い仮定を必要としないベイズ統計など新たな統計学が注目されています。この授業では20世紀中期までに確立された統計学を中心にお話ししましたが、最後の授業ではベイズ統計に言及し、通常の統計とベイズ統計の両方を扱える統計解析ソフト JASP を紹介しました。この授業で統計学の基本を身につけたら、次は新たな方向にチャレンジしてください。この本は福岡市の NPO ウェルビーイングを通して印刷物を入手できます。文字を追うだけでなく QR コードから動画を見て学んでください。また本の電子ファイル PDF は日本赤十字九州国際看護大学のリポジトリからダウンロードできます。ご活用ください。